back at it again. Arrow a spec compilation videos. ゲームに集中してるから知らないかもだけど。クールであまり笑わないとこが人気なんだって。いらない。勘違いされたら迷惑だから。クールっていうか、ちょっと性格に問題がありそうな気がするけど。なんていうか、そうあからさまに避けられると逆に気になる。逆効果だったとは。 食べ物くらいしか作れないんだけど。炒め物いいじゃないですか。カッポリ風チキンショーケーですか、それも渡り狩りの卵あんかけとか。できるか。そもそも好印象なんて与える必要ないじゃん。味噌と醤油どっちがいい。味噌。僕が作った美味しいパターンよ。 なんで陰してんだよ。思わず出てきちゃいましたよ。腹出して寝るなって言われたから。こんなダサい格好でラブ展開などありえぬだろう。君みたいな人はそのくらい強引じゃないといい縁に気づくことなく。くたばります。言い方待ってよ、なんで私だけ希少種みたいな扱い。サキちゃんだって恋愛に興味ないよ。 和樹くん、恋愛に興味ないって今言ったよね。ああ、実は私もなの。それよりも大事なものがあるから。そうか。つまり和樹くんと仲良くなっても恋愛に発展することはない。いけない。遅刻遅刻。ん、待て、なんだ今のフレーズ。まさか新たな資格とか来ないよなと思ったら、 ちょうど曲がり角。あ、でも私食パン加えてないから。あ、新たなイケメンじゃなくて車だった。セーフ。申し訳ありません、お怪我は。あ、君だったよ。 僕と投稿できて喜んでいるのだろう。ありがたく思う。思わずグーパンしそうになった。私の不注意でこうなったんだ。おはよう、アンズ。Oh shit. Here we go again. Oh.
ジュラバを迎えようとしております。悪魔によって間違った恋をしているジュンタを救うため、ひいては自分のため、その恋心、手伝ってあげないと。レッツイン・ザ・シャーツ。女子力高めのショーボックに着替えて、その七三分けもやめて。うるさい。これが私の覚悟だ。いやいや、本当それダサくてドン引きですから。ドン引きで結構。じゃんけんを魔法で操作し、カズキ君かジュンタを私と二人きりにってこんたんだろうけど、させるかっての。この調子乗り目、三人で共同生活。おいしいけどね。それがさ、何何君が悪いのではないか。デートって何？今日は事故の話し合いじゃないの？とぼけなくていい。僕に近づきたくてわざと車に当たったのだろう。は？与えられ一緒にランチできるのだ。庶民ならば幸いと思え。土屋さん止めて。私はあなたに興味ないから。お互い時間を無駄にしなくて結構。じゃあね。行くのは恋のためなら踊り屋になるアホだと思ったらとは。こっちとら日々その真逆を突き進む全校民族だけど。クールなとこが人気らしいです。そっか、アンズちゃんも司が好き。うん、え、違います。この命と獅子孫孫にかけて。そこまでかけられても。必ず君を僕の虜にしてあげるよ。はあ、不自然な出会いを作ったり、感情を操ったり、挙句は物で釣ろうなんて。バカにすんな。お、帰って。全部いらない。君、プライド傷つけたんなら悪いけど、私以外の人にチヤホヤしてもらって。何より桃引き連れてこないなら論外だから。また恋の後に別にお前を待ってるわけじゃないからなって足した方がいいわ。でも付与しないでください。なんか恥ずかしい。そういう格好もいいじゃん。なんだその顔。いや、なんかやばいなと思って。お前の顔かな。完璧、完全にデートじゃん。しましょ。ああ、恋愛がどういうものか体験したいので、僕と疑似デートしてください。疑似デート？あんた意味わかってんの？寝言は寝ていって。さ、では行きましょう。え、そんな変質者を見るような目で。デートは手をつなぐものでしょ。はっ、うん、あー、うん、わーい、カップルっぽいです。わー、こら、タピオカを冒涜してるやつが私のトリだ。関節中ですね。デンプンの塊にすんぞ。アンズちゃんがお世話になってます。僕に誰のじゃ。ウケイ。なんだこの攻撃力の高いメンツは。何をしている土屋。はい、星野さんのご学友にご挨拶していました。モテるでしょ、彼女いるの。彼女ならここにいるじゃん。うわ、違うし、ジンジャーエール閉めろ。つか今もまだ好き。ごめん、無理。返答かぶせんな。あ、つい即答。ゆうやにジュンタにモテモテだね。アンズ、ジュンタはそういうのじゃないでしょ。意地でも恋心に気づかない鈍感ヒロインを演じるしかないのか。じゃあ行こっか。なら二人で行けば。え、そんなシチュエーション告白されたらどうすんの。いや、カズキ君
君も行こうよ。人数多い方が楽しいし。そうだよ、カズキもバイトばっかでたまには遊べよ。二人きりなんてボロ出てアンズに気持ちバレちゃう。わかったよ。あのさ、私言ったよね、絶対デート誘うなって。土屋がそれは振りだと言っていたが。土屋！申し訳ございません。この僕とデートできること自体ありがたく思ってほしいものだ。アンズは顔で選ぶやつじゃねえよ。だからなおさらお前ダメだったんだろう。別に君にどう思われようが、ツンデレはいらないって。アンズのタイプってどんなん？運動神経いい人、ボス戦で役に立つのリオが 0.0001% くらいでも私の彼氏候補になる可能性があるって言ったら。おい危ない。はい、どうぞ。おい、ありがとう。気にしないで。パッパッ。アンズちゃんが恋愛イベントを優先しなかった場合、また抹消されます。何そのレベル1でラスボスに挑むような難易度。そこまでか。最後にモモ引き、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 モモ